は、ちょっとこの楽器とても珍しい楽器なので、ちょっとだけ説明させていただきます。この楽器はですね、ハープの種類なんですけども、民族楽器になってます。中南米の民族楽器になってまして、日本では一切作られていないんですね。で、あと、これがですね、アルファと言いまして、ハープなんですけども、スペイン語で発音されるとアルファというのが楽器になります。はい。では、サバの鈴木さんの読んでの、本でのコンビニを続けて、いただきます。